皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もアークザラットワールドで遊んでいきます。今日はですね、今お知らせですか。で、なんかものすごい強い敵がイベントで、ガルム襲来ですか。こちらは特殊依頼でいけるんですけど、難易度が高く一筋縄ではいきませんと。必ず攻略法があります。ということで、今回ですねちょっと、見に行ってみたいと思います。もうほとんど野獣馬根性ですけど高難度ですね。今までなかったですね。今までなんか一番強いので超級とかだったんですけど、いやーこれ100使うんですよ、行動力すごいですね。まあちょっと様子見ですので、私はこのメンバーで行ってみます。いやーすごいですね。敵の数は多くはないですね。5体ですか。いや皆さんお気づきですかね。私ですね、このハグザラとあるやっとですね、音楽が、BGM が流れるようになりまして、まあ、ティナさんに教えていただいたんですけど、あれですね、なんか最初のタイトル画面で左上のボタンを押して、ゲームリソースの削除かなんかしたら、音流れますよって聞いて、やってみたら本当にBGM が復活いたしました。復活いたしましたというか、多分こんなに普通に流れてたのって最初からなかったような気がするんですけど、敵さんどれぐらいなんですかね。おっとバーが減らないあ、こちらの方で5000ぐらいあるんですか。なるほどですね。いやなんか一撃でやられそうな気がするんですけど、ヒットポイントがまだ見えてないので、ヒットポイントをお届けしてですね、これはちょっと削ることすらできないんじゃ。今いくつ、5000ぐらいですかね、全部ダメージ。5000であれぐらいですか。ちょっと皆さん予想してみましょう。5000ぐらいであのバーの減り方ってことは、あの減り方が何個分あるかってことですよね。1,2,3,4,5,6,7。よし、なるほど、ちょっと7万ぐらいで予想します。いやー硬いですね。ノルちゃんもちゃんと喋るんですね、よかったです。今までの私の動画は何だったんでしょうというぐらいなんですね。無音で私がひたすら喋るっていうですね。なんか少し削れましたね本当に少しですけど。さあどうしましょう。ていうか敵さん攻撃なんか遅いですね。ターンスピードが遅いと言いますか。今アレク君が一番強いですからね。覚醒済みアレク君ガチャで手に入れましたので。ガチャ最近回してませんからね。グレイゴルさんとかも取ってませんし、今やってるバリオくんですか、もうやってないですね。いや多分今のメンツを育てるのに忙しくてですね、多分出ても使わないなっていう感じです。その前のシュウさんは取ったんですけど、やっぱ昔なじみのシュウさんですからね。でもグレイゴルさんとかバリオくんってあれ聞いてもあれですからね。どうしたら仲間呼ぶんですか。審判まであと2ターン。あ、2ターン待ってくれるんですか。あ、仲間呼んでるなるほど、その審判まで。なるほどは果たして耐えられるのか。普通の雑魚モンスターにやられてしまうんじゃないかというですね。その審判とやらをちょっと見たいですね。判決が下されるんですかね。
そういえばヒットポイント私見てなかったですね。うわ強い魔法使いなのにこのダメージ。いやちょっとボスを攻撃する余裕すらなくなりましたね。いやフォースサルベルっていいですよね。自分が回復するんですかね。あ、しないですね。ってことはあれですか、アレク君がどんなにヒットポイント低くても少し減った味方の人がいればそっちへ回復しちゃうってことですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとあの魔法使いは置いておいてモロちゃんで少しだけ削ります。ノロちゃんの声かわいいですね。いやそれにしても今赤の覚醒石頑張って貯めてるんですけど、今エルコ君に使ってますけど二面がもうちょっとで埋まるかなっていうぐらいですからね。まだまだ2面埋まったんですか、3面に入ったんですかね。あとでちょっと見てみますけど、あと1ターン、よし、あと1ターン耐えれそうです。むしろ耐えれば勝利条件にしてほしいですね。耐えたらいいよみたいな、なるほどさんだけみたいな。2体現れた。お、今見ました、私見ました。10万でしたね、ちょっきり10万です。10万ですね。1ターンで1万ダメージ与えたら10ターンですね。いやそれにしても強いですね。アイコスすべてマクロスチックのやつですか、もしかして。まああと1ターンは耐えれそうですね。お、回復してる。なぜなぜなんでさりげなく自分のターンでもないのに回復するんですか。もしかしてこのガルムさんはもしかしたら攻撃してこないんですか、その審判とやら。審判で攻撃してあとは攻撃しないよっていう、それがまさかのあれですかね。審判が来たらもう皆さん全員死んじゃうみたいな。まあ、モンスターだけが出続けてガルムさんが攻撃してこないっていうんだったらですね、それでもは倒せないと思いますけど、多分回復いないと無理ですね。例えばティナさん、フレンドのティナさんはなんか4ターン目で倒したって言われてましたね。すごいですね。その程度かよ。消えていく。いや本当アークザラット R は時期的にはそんなに動いた。え、なんで審判は鉄槌だ。これが審判ですか。神の鉄槌。おお、強っ。ブレスですかね。ファイヤーブレスみたいな。いやー終わんないっすねこれ敵が3体現れたって常にいるってことですか、モンスター。いやちょっと審判見てみたいですけど、今のは審判だったんですかね、もしかして
そんな感じがしてきましたね。おお、そうですね。やる。じゃあよく気づけば、私もうホムラちゃんしかいないんですか。まあでもこれ火力があればいけるんですかね。ティナさんが倒した時のメンバーコメントで書かれてましたけど、回復はいませんでしたからね。ご両親で行かれたんですかね。これでやられちゃうわけですね。いやさすがにまだ無理ですね。皆さんもこんな感じですので戦闘ですね。これならいけるよっていう人はですね、ぜひ行動力100使ってチャレンジしてみてください。もう今周り選挙ですかね。選挙ということは投票に行かないといけないですね。あれですね、私福岡に住んでるんですけど、福岡市長選ですね多分。でも選挙もあれですかね、20歳から18歳に引き下げになったんでしたっけ。私一応今のところ選挙あるやつは全部投票行ってますからね。ロープウェイ計画、なんでしょうロープウェイ計画って。私は知らないですね、なんでしょうねその計画。なんか職場までロープウェイで連れて行ってくれる方だったら嬉しいんですけど。覚醒石3000ありますね。ちょっとエルク君を頑張って覚醒させたいですね。もう強くしないと先に進めませんね。イベントの長久ですら私はクリアできないですからね。まあ頑張ればクリアできるんですけど、ものすごい時間かけてですね、ずっと逃げながら回復しながらなんかちょこ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 攻撃してですね、なんか動画に上げるには忍びない内容ですので上げてないんですけど。わあ3600。まあ、ヒットポイントも多くないとあれですよね。今みたいに敵さんも強いですからね、一撃耐えれないとか言ったら、うん、この辺はあれですね。もうこれでだいぶ良くなったんじゃないですかね、エルク君。いい感じですね。まあ、この辺からちょっとくじけそうになりますけど、まあ、いけるでしょう。そういえばさっきですね、この動画撮る前に覚醒してたらですね、なんとですね、ゴッツが残りなんか数百しかなくてですね、なんでずっと能力上げれないんだろうと思ったら、お金が足りなかったっていうですね。じゃちょっとガチャを回してみたいと思います。といってもバリオ君ではないですね。いやー多分もっといいキャラクターが出てくると思うんですけどね。懐かしいキャラクター出てきたら回したいんですけどね。まあその時に精霊石ないとあれですからね。本当ガチャが出てくるヒントが高くてですね、グレゴールさんとかもその後すぐにバリオ君が出てきたんで、まあ、今までは2人1組で1組であれですよね、ガチャ入ってましたけど、もう最近シューサーあたりがずっと一人で来てますからね。で私はプレゼントで残り4日のやつが
星4ガチャ券がありますので、これも使っちゃいたいと思います。さあ、これ星普通のノーマルでしたね。そういえばなんで光らないんだと思った。しょうがない、手を貸してやる。もうホムラちゃんですね。まあ、魂が手に入るからいいですよね。覚醒楽になりますよね。少しだけ。じゃあちょっと行ってみましょう。3枚ありますんで、4日、残り4日ですね。3回行きます。まあ多分今ある人たちは全員持っているはずですので、これがまあ虹色に変われば、最初から黄色いんですね、色は。ってことはもしかしたら虹色になったりならなかったりしない。お前、おお、でも最近ジークビック先生見ないですね。途中まではちらほら見ましたけど、いや、これだけもうキャラクターが増えてくるとですね。でも闘技場はやっぱり、闘技場にかかわらずリアちゃんはものすごく多いですけどね。アタッカーでものすごく強いですからね。ちょっと私育ててなかったので使ってないんですけど、まあ、ジークベック先生と一緒にいたらまたなんか能力がうんぬんかんぬんってやつですよね。おお、ドア光らないパターンで後から光るパターンですか。結構演出っていろいろありますね。お、いいですね、トシ先生。ではラストですね、いきます。ここで星5が出てくれたら嬉しいんですけど、なかなか。カツンカツン。あら、光らないパターンもあるんですね。おお、チョンガラ先生。ですかね。なんかいっぱい溜まってますね。ということでですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、これからもですね、イベントありましたらそちらの内容もお届けしたいなと思います。まあ、ちょっと倒せるか倒せないかは関わらずですね、もう今覚醒石ぐらいしかちょっと集めて育てようがないので、でも覚醒してもレベル50のままですからね、今後レベル上限って増えていくんですかね。まあ、そちらもですね、わかりましたらお届けしたいと思います。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。